おはようございます。おはようございます。で今回あのオリパを買ってきたんですけれども、はい、あの、ま、悲しいお知らせがありまして、また。なんかありましたっけ？名人結構あの悲しいお知らせ多いよ。え？本当ですか？うん。だからこれやれとか、金出せとか。違う。そういうことじゃないですか。それ悲しい勝つだけなんです。まあ我々も何度かお邪魔しました。はい。味仙堂さんが。あ、味仙堂さん。潰れてしまうということ。いつなんですか。それガチな話？今日、ナウ。あで最後顔合わせに行ってきたよ。でまあオリッパ買ってきました。挨拶してるんですか。そう、あ今までありがとうございましたって。おお、なるほど。結構お世話になったもんね。確かに。高架下の。あ、そうそうそう。あの奥屋たり右の。入ったところね。はいはいはい。閉店。ガラガラ。まあ秋葉のお店が閉店ということで。はい。まあもうオリッパさぞかし当たり入れてるでしょうと。確かに。それはありがとうございましたセールで。ああ大放出。そう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 。でもしこれで出なかったらもうだってもう潰れてそんなもん当たり前やってこと。まあまあそれはそうでしょう。まあそうだよね。まあ、確かに最後ぐらいね。お客様に還元してなんぼの世界ですから。うんうん、うちらも。だから3000オリパ。はい。まあ33口あるんで。はいはい。1人11パックずつぐらい開けていこうという。わあ、よっしゃ。ことです。はい。もうこれが最後だもんね。そうですね。味仙堂。ラストの店での、はい、悲しいですが初めてだ俺今日閉店する カードショップのオリパ引くの、うん、よく見つけたな名人今日閉店今まで開店はあったんですけど、うん、新しくみたいな、まあまあ、閉店初めてやった、ね、閉店開店もあれば閉店もあるよそらまあまあそれはそうっすねそういうことだよちょっとやっていきましょうか、うん、タイトルすごいぞこれ閉店のオリパっすよ本日閉店のオリパっすよこれ、うん、これ1個足りない11財産が多い11財産が1個11財産が1個1、2、3、4、5、6、今ちゃって言い方は数えるぞ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11嘘つくなおかしいマジだって2、3、4、5、6、7、8、9、10、11よし、財産ほら財産もう1回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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10もう嘘つくなって嘘ついて嘘つくなってやろうじゃん俺10だって俺絶対誰か10に持ってるからしょうがないよそれおいふざけんな落としたかもしれないごめん、うん、それはごめん、うん、マジで落ちてんのおいおいおいやっていこうやっていこう誰からいきます僕からいきますじゃはいはいじゃあ一言ずつ味仙堂さんに感謝のこと感謝のこと言ってやる、はい、一口ずつ一人ずつやるとき一回ね味仙堂さん今までありがとうございました味仙堂さんとはね、うん、僕はお店に直接行ったことは多分1回しかないんですけど煽るんですね最初、はい、あのガラスケースがあってレジがあってでこうガラスケースがあるってことだよねはいはい、うん、多分まあ、 あの特に僕はあんまり思い出ないんですけどまた会ったらよろしくお願いしますまあ、ありがとうございました、まあ、今回の引きで見せていきたいと思います一泊目3000円だよねはいドーンブリムオンこれ当たり何なのちなみにあそうですねそういや先に見ないといけないなんとはいなんじゃも SAR でわあもう、当てます当てますあといらないっすあとマオあマオねあマオねはいはいアセロラの予感あ予感もある、はい、予感は絶対引きますいきますはいえ25周年コメックスおコメックスはまあまあいいね不思議場の中が一番悪いんだよねそうなんそうリザードンが一番高いんだよねあそこの中だったらねはいほいほいシャンデラーはい4パック目11しかないんだもんなそうなんですねおい SA あ違う HR かいや25周年じゃんえハイパリアか HR じゃないうえウィはい5パック目 SR 来たトレーナーうい博多県久々見た6パック目七かまどはいおっ V やばいこれはやばい色してるぞこっちから見えたんですけど、うん、わなわなささげさんやなって感じこれはやばい色してるぞわなわなしてましたもしかして多分もう僕分かるんだよねこれだけでもうこのここの色だけでつながりすぎるじゃないさん毎回あー来たこれすごいことやけどなほんまにささげさんわないなに愛されすぎでしょお前はどこにでもいるな本当に本当に7パック目はいあー HR の楽しいぞえ
SL SL コピーの SL これは当たりだよね。当たり率1万円ぐらいじゃないですか。書いてさすがに当たりでしょ。1万しないぐらい。8パック目、まあ1個当たり出しました。え、またそうなった。来た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 、かまど来た、赤剣かまど9パック目、ヒスイウィンディ10パック目。おかしいよな、タイさん。絶対おかしいよな、絶対おかしいよな。てめえで邪魔する。一回ですか、一回ですか。一回一回。離れてよ、ほんと。いや、じゃあ見ないといけないんだ、僕見る気分がある。危ないか。え、だってさ、万引きするのもさ、捕まえるのもさ、ちゃんとあの外出てからじゃないと捕まえられないから、万引き犯も。店内でポッケに入れただけじゃダメなの。まあなるほどね、万引きじゃないから、うん、そうそう、万引きじゃないからポケ入れただけやから、そうそうそう、なるほど。店内はどこなんですか。え、店内だから、ここ開ける瞬間までが店内なるほどなるほど、ね、10泊目はいはい、トレーナーのかまど、かまど何かまど、何かまど、かまど赤けマスター、おー11泊目、おー、ラストラストじゃない。いや、ラストっすよね。まだだね。33口ですよね。なんで1個あるんですか、じゃあね。じゃあ、じゃあ、じゃあ。ねえ、じゃあ。なんなん、それ。じゃあ、ラストですよね。ルールブック。じゃあ、ラストですよね。違う、だから、ほんと、万引きは、店の外出てたんだから。そういう話じゃなくて、じゃあ、ラストですよね。1人11なんで。11泊目V や。これは V だな。あー、経験終わりと。経験それは確かにしょうがない。12バック目なんでだよ。でもそれだってさ、たまたま入ってたらもう、なんでなんでなんで、ラッキー、ああ、まあまあまあラッキーボーイとして、うん、まあでも当たりこっちに固まってるんでいいっすよ。多分出ないっすもん。これで出たらめっちゃ悔しいでしょ。いや、全然です。出ないっすもん。笹川さんは引けへん。笹川さん、笹川さん引けないんですよ。これブイズだわ。ブイズ？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 ブイ、ブイスターっすよね。いや、もう夏ポケが来たわ。ここで、うん、とんでもないな。SAR 来ました。デオキシスの VN のやつ。笹川さん、ありがとうございます。当たり固めてくれて。配られただけなんだよ、言っても本当に。ああ、そういうこと言ってますね。だから分配したら名人が僕に12枚渡していたっていう。でもこれ名人の仕業だよ。あ、そういうことっすか。そうだよ。うわ、名人の仕業だったんだ。だから名人が多分いっぱい当たり持ってる。あ、持ってんだ。あ、でも僕引きますよ、当たり。まあ、引いてよ。あ、僕引きます。でも SR のポピーってのはすごいっすけどね。まあ当たりやろ。当たりっす、当たりっす。で、1人 1枚ずつ当たり入れてくれてんじゃない、やっぱ特別に。あ、だから味仙堂さんに思い伝えないと。あ、味仙堂さん、今までありがとうございました。味仙堂さん行ったのは多分僕と名人でもう4回ぐらいは行ってて。そんな行ったかな。多分4回ぐらい行ってますよ。で、動画も多分4本ぐらい撮ってますからね。そんな行った。だってオリーパー結構何回か買ってるし。あの最初はさ、動画撮らなかったよね、お店でね。確かね、味仙堂って確か買うだけ買って、ね、後から撮ったんだよね。で、いつもあの若いお兄ちゃんみたいな人がいて。あ、女の人とね。あ、そうそうそう、2人でいてやってるイメージですね。で、なんかあのボックス輸送してくれたりとかもね、してくれたり、まあいろいろお世話になったんですけど、閉店するということで。お世話になりました、ありがとうございました。思いを込めてオリパ最後引かせていただこうと思います。いきます。はいはい。 SA？ いや、 SR っすね。え、嘘。え、すごい光り方やけど。あ、 SA だ。いきます。トビー、おもだかー来た。黒煙 SAR 来た。おもだかとポピーってどっちが高いの。確かポピーです。そうなの。確かおもだか。でも同じぐらいだよね、多分ね。あ、ちょっとおもだかの方が低いかだと思います。確かおもだかの安い。あ、いや、おもだか高いんかな。あれ、あれ、またそれなんか来た。 SAR 来た。 SA 来た。え、おもだか行きます。はい、ポピー。すいません、すいません。いやいや、ポピー出してんだよ、僕。いやいや、僕はもう SAR に。あ、おもだかだ。はい。いや、でも僕デオキシス出してるから。いや、安いんですよ、こいつ。レア度勝負行ったら確かに佐々さんの上だけど、今行きます。てか、普通に何でも出ること忘れてたな。え、あ、SR だ。これ行きます。ドン。うわ、マックは。うわ、いや、でもこれ普通に SAR トレーナー見たらなんじゃも来ること忘れてたから。なんじゃも出るの。そうそうなんですよ。あ、 SR 来た。あ、違う。 V？ え、違う。 SR っすね、多分。 EU？ おー、サーナイトDX の SR。 まあでも安いっすね。でもサーナイトデッキからしたらありがたいね。あ、いや、ありがたいっす。いいっすね、サイコエンブレス強いんでね。今でも思い振るってるんでね。結局未来古代出てもそうちゃんと強いっす。え、ウルト来た。
あ、違うわ、25周年かリザードンか不思議バナ、はい、え、違う、うわ、うんと、え、孵化装置、なんだこのグッズ、それはでも F レギュっすよ、使える、コインを投げて思ったら自分の頼む竹子のやつじゃん、うーん、なんかあんまりっすね、微妙ですね、まあでも、うん、微妙っす、入れてるの見たことないですねまあでも使える、まだ使えるカードなんで、ね、ギリ、はい、挽回の余地あり、6ぐらいですね、いきます、じゃ SAR トレーナー欲しい、お、い、い、あ、V だ、いきます、ここに来て、ドン、おー、アンノーン V の SR、 かわいい、え、そのアンノーンいいね、欲しいですか、欲しい、はい、っす、はい、あげます、いや、今のはワナイダ渡さないそれはいきます、あー、また V や、アンノーン、はい、おー、ザマーゼンタの SR、 SR 来ました、3枚目、リアリティはすごいな、リアリティはすごいです、まあでもこれ V に多分出る安いやつなんで、値段的にはそんな高くないやつだと思う、平然オリパーって感じすんね、とりあえず SAR はもう入れちゃえ入れちゃえですか、あー、また V や、いきます、はい、おー、エルレイド V、 サーナイトみたいな進化系、そうですね、かけない、あの、分岐しますね、キルリアから、あー、サーナイトとエルレイド、どっちかに行けるの、そうなの、あ、そうっすよ、どっちかに行けます、そう、まあ、それはそうだよね、この2用だったら、エルレイドは石進化っすね、で、サーナイトは確かそのままレベル進化っす、そうなの、はい、初めて知ったわ、うん、じゃなくてもう別人だったらちょっと怖いもん、あの未来のパッケージがエルレイドの未来ポケモン、あああれね、別の武人がエルレイド強いっすね、普通にそのポケモンとして、確かエスパー格闘とかだった気がします、タイプ的には、いきます、うわー、 V や、 V 多いな、はい、オム V ね、オム V もしっかり外れ、しっかり外れです、しっかりちゃんと安いやつ来た、ちゃんと安いやつ来た、いきます、ドゥン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 、うわ、もう V や、終わった、はい、うわー、激変化に V、 終わりです、ありがとうございました、終わり、さん終わりまし た、 またなんか僕一口少なかったのでもう終わりましたすいません、ない、早くて早かったな、早かったっすよ、だからでも僕だけ熟しちゃったなんでなん、いや、わかんないっすよね、なんでなんだろうまあでもまあここにビッグボス名人がいるんでビッグボスに出したこれでね、はい、だって、まあ、僕らポピーは引いたじゃん、いや、ほんとっすよ、 SAR で3人と3枚出しましたからね、2人で、うん、よし、これでだって一番お世話になってるでしょ、名人、いや、ほんとそうかな、うん、未仙堂と名人ってだってズブズブの関係じゃん、ズブズブっすよね、うん、名人ちゃんと挨拶してから、うん、あ、未仙堂さん、これでまあお疲れ様でしたそれね、あの、いろんな思い出がありますけれども、まあその思い出ね、忘れないようにこれからもやっていきますんで、気持ち頑張ってください、気持ってね、いくぞ、はい、あー、V スター、おー、ジャロー、じゃあすごいな、HR、 じゃあね、 SA は欲しいな、ちょっとなんじゃもんじゃないと嫌だもん、確かになんじゃもんの SR マジで生で見たいです、うん、シンプルに俺見たことないかもしれない、へえ、あー、 V、 うわー、レパールだす、ただなんか思ったのはこの EX は入ってないんですね、あ、いいやつ、あ、違う違う、普通に EX の SR、 V が多いです、神代、神代さんね、神代さんって何のボックスから出てくるんだろうね、よく見るけど何なんすかね、でも F っすよ、でも結構最近じゃ最近なんだ、 S12 ボックス買って神代さん出てきたら嫌だようわうわナッシー、あ、ナッシーもよく見ますね、かわいいですね、これはまずいですね、このナッシーもほんとよく見るわ、来るか、 V スター、 V スター、レジドラゴン、うわー、レジドラゴン、ハイパーレア、珍しく名人引き悪いな、まあ、最後じゃない、まあそういう日もあるって、そういうことか、うん、何これ、なんだ、あ、 V っすね、これ HR、 うわ、 V マックス、サダイジャ V マックス、なんで、あ、ソフトクリームみたいなやつマナイダーってさ、そんな出てこないのによくマジで僕は確かに、お、来た、 SR ですか、うわ、古い、 HR じゃない、古い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 みかんとかのレベルの、いや、まず、え、行く、行こう、ちょっと待ってくださいね、あ、はい、どうした、 OK、 そうです、 OK、 はい、古い、ほんまに、行くで、せーの、はい、おーおー、来たー、マオ出た、いくら、マオ出た、マオ、え、でもなんか、アホみたいに高くなかったよね、確か、まあ、多分3、4万ぐらいなんですかね、うん、 SR だよね、 SR マオ、かわいい、マオ、メタグロス、うわ、メタグロスね、 HR いっぱい来るな、え、え、え、どうした、
え大丈夫か。どうした、サイさん。買取り、はい、75,000。アホみたいに。ブルーより高いじゃん。高っ。高っ。嘘やろ。高っ。なんで魔王こんな高いの。古いね。お、あー違う。おー、マリプライド、マリのプライド、マリプラ出た。マリプラ、マリプラス、はい、プライド来た。普通にマリプラ出た。マリプラはいくらぐらい。マリプラ多分あのビジータだ3万ぐらいしますよ。あ、そんなしないか、マリプラ。3万もしないか。18,000。18,000。すごい。ラストは、はい、未仙堂のラストです。10万ぐらいいってるけどね、未仙堂のラスト。え、還元エグ。せーの、はい。わあ、マスタードね、レギュラーの方。おしまい。まあ、ここはつかない、ここか。だからもう15万ぐらい。これでむちゃくちゃしとんな、最後。未仙堂ちょっと本気出しすぎじゃないですか。これ最初からやっとってよかったっす。そしたらもっと早く潰れんの。あ、そっか、うん、確かに。最後やから、最後だからやっぱやってくれたんじゃない。そういうことっすね。で、なんか未仙堂さんあれらしいですもんね。なんかその、まあ、ネットは傾けどあるけど、もうシングルのバイバイはネットでやってるみたいですけどね、うん、ネット販売はやると。けど秋葉のお店がやっぱ潰れちゃったんで。なるほどね。俺たちとしては悲しいですよ、やっぱ。確かに、もう足運んでいけなくなった場所が少なくなったんで。魔王すごいね。出たな。いや、魔王すごいっす、これ。結構しかも綺麗そうな感じする。すごいな。とマリプラもあるし。1万ぐらい。ポピーポピーおもだかっすね。まあ1万ぐらいじゃないですか。ここ魔王がちょっとずば抜けてる。元取れてますやんか。いや、これはすごい引きでしたね。で、ウルトラもなんだかんだ出してるし。やばい。確かに。はい、ハカケンもいるし。すごっ。まあ、見せてくれました、最後に。そうですね。よかった。ちょっと最後全員で引きます。はい、おー、いいっすね。30連せっかくやし。まあ、未仙堂さんに送る。もう、はい、未仙堂さんへ送る。光る俺はオラポ。オラポなんて。光るオラポなんて。ささげさん、なんて言ったんだよ、もはや。行きます。どことどこでやったの。何をしてるんですか。あ、はい、まあ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 、まあ、そういうもん。ある日ね。僕行きました。ヒカルオラポガチャ。ヒカルオレポオレポガチャ。オラポオロポみたいになってるやつ。行きます。なしぐらい。頼むぞ。未仙堂パワー見せます。あー、これが未仙堂だ。うわ、はいはいはい、はいはい、もう一回シャン。だ、残念。よっしゃ、本当これが未仙堂さんの最後のラストっすからね。でも一番未仙堂愛なんだかんだすごかったっすね、佐々木さん。どこかな。いや、それ設定じゃないですか。最後の最後ね。いきます。はい、来るよ、佐々木さんの愛ですよ、愛。ほら、おい、あれ色変わってない。変わってなかった、確かに。割れたけど変わってなかった。あ、もう色すら変わらん。シュン。まあ確かに、でもポケガンはちょっと暴落したして、これから徐々に多分カードショップね、苦しくなってくると思うんでね。盛り上げとね。そうっすね、僕らで、うん、ポケガチャンネル代表として。うん、ほんまにそう。早く公式から仕事飛んでこないかなって待ってますもん。あ、来ると思うけどな。そうっす、僕見てますね。解説とか来ると思う。解説とか、うん、大会のデッキやってないの。持ってない。解説練習するわ。ああ、いいっすね。確かに、うん、まず見るとこから、うん、ありっすね。うん、じゃあ呼ばれるように頑張りましょう、僕らも。はい、公式チャンネルから。はい、じゃあ終わりますか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。